皆さんこんにちは、フーチーズ渋谷店の錦戸です。こちらの YouTube チャンネルでも、何度か動画を出しておりますルーパーを使った一人遊びのすすめという、動画シリーズがあるんですが、そちらを見ていただいた方だったらご存知かもしれません。こちらの、クルーズ CP01 という、ギターをですね、今日は、紹介していこうと思います。そのシリーズでは、実際に演奏しているのでサウンドサンプルはたくさん撮ってきたんですけれども、実際にこのギターがどういうギターであるかという解説の動画は出してなかったので、今回は、そういった動画にしたいと思います。このギターの特徴としては、シンラインサイズの薄型のボディ圧と、センターブロックの入っていないフルアコースティック構造で、ボディは、メインプルのプライでできておりまして、ネックはマホガニー、シバンはローズウッドで、フロント側に P90 タイプの、ピックアップに、ブランコテイルピースに、ローズのブリッジ、コントロールはボリュームとトーンが一つずつとなってます。非常にシンプルな構成でできたギターなんですけれども、実は多彩なサウンドが引き出せるので、そういった部分を今回はご紹介したいなと思っております。でですね、このギターの魅力の一つが、生鳴りの部分にありまして、いわゆる、エレキギターの、一般的な、ダダリ用の1046ゲージを現在も貼ってるんですけれども、それでも、ソリッドと比べたらだいぶ音量があって、アコギに比べるとおとなしいという、ちょうどいいぐらいの音量が生でも楽しめます。結構ブライトで綺麗なサウンドが出てたと思います。アンプラグドでも楽しめる、そんなところがこのギターの一つの魅力です。でもちろん、アンプにつなぐこともできますので、アンプから出したサウンドというのもチェックしていきたいと思います。今回、使用するアンプがですね、一人遊びシリーズでもよく使っております、ヒストリークギターズの HDT アンプ、フーチーズ別注モデルになります。こんな感じでですね、ネック側にピックアップがあるのにかかわらず、割とこう明るくてクリアなサウンドっていう印象を持っていただけたんじゃないかと思います。そしてですね、やはりこうフルアコースティック構造なだけに弾き方っていうのにすごい、センシティブなギターで、当たり前かもしれないんですけど、こうピッキングの強弱だったり、ピッキングをする位置によって大きくサウンドが変わってきます。例えばですけれども、こう温かみがあってまろやかな音から結構張りがあって、凛とした音までピッキングの位置と強弱で、大きく変えることができます。では実際に、次はドライブサウンドを聞いていきたいと思います。使用するペダルは、最近の動画でよく使ってます、イースタンミュージックデバイスの PD1 というペダルになります。というわけで、アンプと、ペダルは同じ設定でも、ギター側の弾き方と、トーンとボリュームのコントロールを変えてあげるだけで、いろんな表情を見せてくれるギターだと思います。実際に、ルーパーを使った一人遊びシリーズの中でも一つの曲の中で、ベースのフレーズはちょっとトーンを絞り気味に、したり、
あとはカッティングっぽいフレーズが入るときはボリュームをちょっと絞って音を軽めにしたりと、いろいろ工夫しながら演奏してました。というわけでですね、ルックスだけ見るとブルースを弾いてくれというふうに、僕は見えたんですけど、最初は、実際は全然そんなことがなくてですね、シンガーが弾きながら歌ってもいいし、シンガーの横で、ギターを弾く人が使ってもいいし、全然歌うものもありだと思いますし、ジャジーに決めるのもよし。で、前の動画で、やりましたけど、ファズを絡めても面白いですし、まあこういう古典的なというかオールドスクールなトラッドなルックスですけれども、プレイアビリティとか使い勝手の部分は、現代的というか、クルーズ的ですので、さまざまな、ジャンルの方に使っていただけるんじゃないかと思います。はい、あとはですね、まあ、こうして CP01 がご自宅に立てかけてあるとして、まあ、ギターでもつまびくかっていう気分の時にパッと手に取ってアンプにつながず、心地いい音で弾けるっていうのと、あとは曲のイメージが浮かんだ時にパッと手に取って、それを詰めるってこともできますし、身近にあると非常に、音楽人生というかが豊かになるギターだと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。